こののコンテンテツはネイチャー館の提供でお送りしますデーブのちょっと気になったニュース今週もリハビリ中のデーブに代わりまして僕もリズミアリがお送りします、えー、今日はですね、えー、ガーディアン紙によると米軍の機密文書が SNS などに流出した問題についてマインクラフトというゲームのディスコードまあこれまチャットアプリなんですが、えー、そのディスコードというアプリ上で ユーザー同士が、ウクライナでの戦争について揉め出して、で、この機密文章を読んでごらんよ、ってあげたものが、えー、3月の4日、で、4チャンネルなどに、えー、上がる、まあだからこれ、1ヶ月前に、その、マインクラフトというゲームの、えー、チャットアプリ上で、えー、機密情報漏れがあったと。 でまあ、それがまあ1ヶ月後にまあ4チャンネルなどに広がり、えーでまあ、その後まあどんどん Twitter とか、えー、SNS に広まっていったっていう報道をピックアップします。 まあその後です、ね、これらの機密文書はまあ一部が改ざんされてです、ね、ツイッターやテレグラムなどの SNS 上にて拡散されていくわけですが、アメリカ政府は少なくとも文書の一部は本物だと認めているとアメリカのメディアは伝えています。で、まあ、だから、そういうその情報の発端がゲームアプリってちょっとね、信じがたい気もするんですが、 ガーディアン紙によると、以前より戦争ゲームなどのチャット上で武器に関する機密情報がリークされることはたびたびあったと、えー。ゲームで使用する武器の性能について揉め出すところから、この情報じゃあ見てごらんよ、つって、えー、プレイヤーが上げてしまうと。 例えば2021年にフランス製の戦車の性能についてプレイヤー同士が揉め出しイギリス軍の戦車操縦士だと語るプレイヤーが戦車に関する機密情報をディベートに勝つために漏らしてしまうというケースがあったそうです。まあ、今回のその米軍の機密文書の漏洩、プロパガンダだとかディスインフォメーションだとか世論操作だとか まあ、いろいろとね推測されますし、えー、これはまだわからないですが、元はチャット上でウクライナ戦争について揉めて、えー、自分が言っていることは正しいと証明するために、熱くなって機密情報の漏洩から始まったと、もしするならば、なんか人間らしいなというふうに、えー、僕はちょっと感じます。 アメリカの諜報機関はゲーム上でさまざまな情報交換がされている事態についてはずいぶん前から意識していて2013年にエドワード・スノーデンによってリークされた情報によると諜報機関は XboxLive のボイスチャットをモニターしたり World of Warcraft などのバーチャル空間に職員を派遣したりしているとのことです皆様はどうお感じでしょうか漏れる時は意外なところから漏れ出るっていう そうね、まあ、これ収録してるのがね、はいうん、ちょっと放送日よりも前なので、うんえー、今日は12日ですよね、はいえー、これが放送される頃にはまたさらに、うんえー、この、えー、っとマインクラフトの、まあ、ディスコードよりも古い漏洩のパターンっていうのがもしかしたら見つかってるかもしれないけど、うん、まあ今日の時点では、えー、どうやら最初はマインクラフトのディスコードで。 漏洩 <laughs> <laughs> がウクライナ戦争について揉めてるプレイヤー同士から発端したんではないかというふうにガーディアン紙はね、今日の時点では伝えています元、ね、々、ウクライナ軍を支援するためのアメリカと NATO のなんか秘密計画みたいな文章なんですよね。今回 漏い,うん、いろんなものがこう漏洩していて、すべ、うん、てがじゃあ、マインクラフトのディスコードで10ページっていうふうに書いてあったと思うんだけど、はい、そこがすべての発端なのかって言ったら、うん、ちょっとそうではないかもしれないというふうにはこう感じていて、うん、まあそんなすんなりした話ではないのかもしれない、これがまあ漏洩されて、うん、でまあこれがまたそのプロパガンダにこう使われてるわけだよね、文書の中身が、うん、ちょっとずつ変わったりとかして。 それがテレグラムに上がったりとかして、何が本当でどうなのかっていうのは、もうアメリカの,その情報機関しかわからないんだけど、少なくとも一部は本物の情報だというふうに、アメリカメディアはね、伝えていますね、うん、情報機関はまあこういうこともあるから、パトロールみたいなのも兼ねて見てるっていうそのパトロールは、2013年にエドワード・スノーデンがリークしたんですよ、こういうことやってるらしいよと。うんうん でまあ、その理由はわからないけど、はい、これ、理由はその例えば戦車の,、ね、の性能について揉めてるとかっていうことだけではなくて、うん、えこの当時はね、確かそのテロリストがいわゆるゲームのチャットなどを使って、はいはい、え情報交換をしたりとか、指示を出しているっていう話が当時はあったんだよね。なのでだと思いますね。うん まあこの軍人さんとか、まあ、その詳しい人たちが実際のことをよくしている人たちがゲームとかして実際のスペックと違って怒るってことすごいありそうですもんねそれは、ね、ありそそうだよね <laughs> そ<の>それでもめ出して、はい、お前、だってこの資料じゃ見てごらんよみたいな <laughs> この戦車は速度これぐらいなんだよみたいなジャンル問わずありそうですもんね <laughs> スポーツも熱くなってギッしてしまうっていうね。 これも続報待てよみたいな感じですかね,じゃあねそうですねこれもなんかもうね、うん、ほらねイーロン・マスクとかもなんかツイートしてたけどさ、うんね、アメリカが必死になってその情報をこう削除しようとしてるけどそ、うんなことできるわけないじゃん、はい、みたいなことを言っててで削除してたら、うん、それ本当の話だっていうふうに言ってるようなもんじゃんみたいな。はい どうにもならないよねっていう一回こう広まっちゃうとね本日紹介する商品は CBD ラベンダーマッサージオイル天然の小麦胚芽油ホイートジャームオイルとスイートアーモンドオイルにブロードスペクトラム CBD を配合した CBD マッサージオイルスイートアーモンドオイルを含んでいることで非常に伸びやすく抜群の保湿力を持っています また小麦胚貝はビタミン E を非常に多く含んでいるため長期間の保存でも酸化しにくい仕様ですラベンダーの香りを楽しみながら優しく身体を解きほぐす心と体のリラックスタイムに最適なオイルになっていますそして服用するタイプの CBD オイル人工合成物質は一切使用せず 天然植物由来の成分のみを使用しているネイチャー間の CBD オイル使用するブロードスペクトラム CBD には多数のカンナビノイドが含まれておりテレペンを含む有効成分と相乗的に作用アントラージ効果を生み出し CBD の特性が最大限に発揮されています自分に合った量を数的スポイトで垂らして服用するだけ 初めての方でも試しやすい商品となっております現在このチャンネルをご覧の皆様にネイチャー感の商品が15%オフとなるお得なクーポンを公開中購入の際に所定の入力フォームに「デイブ15」と入力してくださいセール商品にも併用可能です心身のリラックスやストレス緩和不眠の緩和などの効果を期待できるということで世界中で注目を浴びる CBD 厚生労働省の認可を受けた CBD 商品を試せるお得なチャンス詳細については下の概要欄をチェックしてください AI の話 AIAGI、はいはい、の話テディーズピクニックさん a i のお話いつも興味深く拝,聴拝見しています、えー、息子が高校の情報工学科を、えー、卒業してこの春 専門学校で AI を専攻すると、うん、高校の卒業制作で AI オセロをプログラムしたんですが息子は AI についてはそんなに心配していないようですと、うんえーま、私自身は説明されてもさっぱりわからないのですがロボット技術と同じように必要以上のことを AI にさせる必要がないとも言っていました、うんえー、これから深く学んでいくと思いますが人に立つ役立つ AI の開発技術者になってほしいと願いますと、うん、そうですね、はいうん まあその AI のえっと設計にね関わっている人たちが多く心配してるかって言ったら全くそんなことないんですよね。これデーブもああいう人た知ってる AI の詳しいもと全く問題ないって言ってたよって言ってましたっけ何年か前ですけどねもう4年ぐらい前かもしれないけどそういうふうにねデーブはね言っていて。あの AI の設計者というよりは、この AI の危険性に関して、まあ、あの、例えばノ、ノワイ・バール・ハラリーなんて、別に AI の設計なんか何もわからない人です哲学者ですよ、うん、サピエンス書いた人ね。うん、うんだったり、まあ、ニック・ボストロムもそうですよ、その別に AI の専門家ではない。 哲学者ですよね、うん、サマーリスなってまあ、ね、神経科学者ですよ全然 AI の専門家ではない、はい、人だしあの、えー、エリゼル・ユドコフスキーも AI の設計の,あの専門家では全然ないんですね、うん、そういうその AI, に関わ AI, AI の,その設計に関わってる人たちが警鐘を鳴らしてるというよりは、うん、どちらかというと まあ、哲学的な観点を持ってる人たちが警鐘を鳴らしているということですね、うん、RK さん人間はそもそも AI という新しい知的生命体を誕生させるために今まで進化してきたのではないでしょうか人間はその目標を達成し次の生命体にバトンを渡す直前にいるのだと思います、うん、人間の役目は終わったのです、うん、それを素直,素直に受け入れる時なのではないでしょうか <laughs> その、うん、まあその進化論を見ていった時にさ、はい、やっぱりそのまあある種族はこう滅びて、うん、でもその種族がいたおかげで滅びるおかげで次の種族が発展してっていう例えば恐竜が絶滅したおかげで哺乳類が地球を牛耳るようになり、はい、そっからか人間が出てっていう。 そういうい自然の流れとして人間っていうのはまあ今までの歴史その宇宙の歴史から考えたら本当に短い一瞬ですよねこの一瞬の役割は AI を開発するためのものでこっから先はもう AI の時代だよとこんな肉体を持っている生命体なんてもう古いっていうそういう考え方は。 ああちょっとその拡張機能としてあの機能が強くなった生命体ということが彼らが進化して生きていくみたいなそうね、まあ、AI は生命体ではないですけど、うん、次なるまあそのこの地球を牛耳るね、うん、ものをこう生むっていうのが人間の役割でもう役割はもうこ,うこれをこうスーパーインテリジェンス AGI を生み出したところで、はい、終わりです <laughs> という意見もありますあ TSTS さん、えー、制御を外した AI は逆に何もしなくなるような気もしますと全、えー、知全能無の境地人間が制御してるからこそ恐ろしいものになりえるようなみたいなうん制御を外したああまあ、えー、僕らの制御の及ばない状況になったらってことじゃないですか うん、手に負えなくなってしまった状況なるほどね手に負えなくなったら、はいはい、もう何も別に人間にんか悪いことなんかしないよっていうね <laughs>、はい、パーフェクトうんもう無の無の状況に <laughs> そう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 そ <laughs> うこれもうからないですね、はい、で僕もちょっと思うんですよ別にさ、うん、そんな人間を滅ぼすような何かってするかなみたいな、うん、でもまあ、えー、イルカウスキーさんの話を聞いていると 要するに、人間を、ね、あの積極的に滅ぼそうとするなんていうことが問題なのではなくて、彼らが何を目標にするのか、ちょっとわからないと、うんうん、僕らがその目標をインプットしたとしても、その目標を達成するために、どの道が一番手っ取り早いか、うん、一番インテリジェンスがある方法なのかっていうのを、僕らには見えない、ブラックボックスなんでね、その今の AI の中身、どういう思考なのかって、全くわからないんで。 どう到達するかかわらないそこにやっぱり危険性があって、うん、っていうことらしいんですよね。あと結構多かったのがワクチンの問題とかでいやいや専門家が心配してますみたいなあ結構多かったのはあれはね<か>ちょっと僕の言い方がわ、はい、かりづらかったかもしれないですね。うん、あの専門家があの、うん、問題を、うんえー、定義していないっててていいいななっっ言たわけではなくて これはまあ核戦争もそうです、多くの専門家が核戦争が、うん、人類を滅ぼす、ね、危険性はあるということは主張されているわけですよね、うん、ただ、その専門家の声よりも、うん、そうではない人たちの声の方がでかい、でかいまあだからといって、核戦争の危険がないというわけではないですよね、ワクチンも一緒です。 専門家も声を上げている、だけど、まあ、専門家よりも、専門家じゃない人の声の方が、今は大きい、だからといって、ワクチンの危険性がないと言ってるわけではない、ただ、この AGI の問題に関しては、そういうその一,般の人一般の人たちというかうん、要するに声を上げてる人が少ないっていうことですね、専門家しか声を上げていない、この AGI の問題に関しては、うんうん、一番大きいっていうね。 声を上げているのが大きいのがまあ専門家だけっていうところに不気味さを感じるという意味で僕は言いました、うんうん、だから、ほ、まあの,の問題は割といろんな人たちが言っているけど、この今回のワクチン、あワクチンじゃないや、えー、と AI とか a g i に関しては、専門家しか言ってないように感じるって話ですよ、ね、そうですね、まあ、だ言っちゃえば、非常に声を上げてる人が少ないっていうだけのことですね。 まあ僕もバリバリ使ってますからね。だね。<laughs> 使わざるを得ないでしょう。はい、これどんどん良くなってくるだろうし、だって今あのもうチャット GPT 使って、えー、この YouTube のコンテンツを全部一回文字起こしして、うんうん、それを簡単に要約してえっ、ー、と Twitter 上にあの。 告知文としてあげるみたいなのもできてるからすごく便利でもうだから止まんないよね止まんないと思います止まんないよねそんな AGI アライメントなんていう分野にお金がたくさん導入されることもどう考えてもないと思うし安全を担保するためにっていうある程度ポーズ的にはやると思いますよグーグルとかも。 安全,を安全性を考えてますみたいな、はい、ただ真剣にそこに、ねはい、ユドカウスキーさんが求めてるようなエネルギーが導入されることはないだろうと、うん、それでいくと、ただこの時間軸がね怖いんだよね、ユドカウスキーさん、どれぐらいの時間なのっていうね、はいあの、いろんなインタビューで聞かれているんだけど。うん まあ、彼は全くわからないと時間軸としてね AGI がどうしようもなく暴走するところまでこう行く時間軸っていうのは全くわからない、うんうん、全くわからないけど、まあそのうん、例えばライト兄弟が飛行機を飛ばすちょっとその1週間ぐらい前に。うん 飛行機がこう人類が飛行機を飛ばすのってどれぐらいかかるっていうふうに言われると、まあ、あと50年はかかるかなというふうに予測してた人たちもいると。はい、要するに今までま AGI が誕生するのってまあ50年後とか100年後とかっていう予測を立ててたんだけど、うん、それよりもはるかに早い段階で誕生することは歴史を見るとあらゆるその技,術の技術の革新に関してね、うん、見ると。 加速するってうことですよね。あえて言うとしたら5年後かなっていうふうにユドカースキーさんは言ってました、はい、5年後ですよ、はい、あっちゅう間ですね5年後に人類が滅びるぐらいのレベルの AGI が <laughs>、うんまあ、問題が起き始めるのは5年後ぐらいかもしれないっていう,うですいこれがもし15年だったらいいね っていいうぐらいの <laughs> 15年後でいいっっ15年持つんだったらいいねっていうぐらいの見立てをイドカウスキーさんはねインタビューではしていましたね。はあ、えっ、ー、とこれはちょっとツイッターなんだけど「ニケさん、うん、ちょうど来日したオープン AI 社の CEO サム・ハルトマン氏にコメントもらえないかな」っていうね頂、あのー、い,いてましたけど来日してましたね。 今まさにしてて、うん、でちょっとえっ、ー、とオープン AI 社も今日本支社っていうか日本担当の方がいるんですよ、うん、シェイン・グーさんっていう一、はい、人しかいないんですけどはい、はい、ちょっとオファーしてみたんですで今ちょっと忙しいから、うん、待っててって言われました <laughs> AI、人類、絶滅させるんでしょ <laughs> って言って、オファーかけたのいやいやいやあの、いろいろ興味があるので、お話聞かせてくださいっていう、そこまで絶滅するっていう、絶滅するからちょっと声聞かせてとは言ってないんですけど、なるほどね、ちょっとあの、まあ、こういうことで取り上げてるんで、まあ、ちょこちょこ、テレビとか、えー、YouTube のコンテンツとかでインタビューされてるんですよ。で ちょっとお話面白いのでなるてどなるほどなるほどねまあでもそれでアライメントの話なんかしたらそんな話よりもっと聞くことあるだろうっていうこ叱りをね皆さんから受けるような気はしますけどねまあちょっと ToBeContinued な感じでねでもその ChatGPT4 がねああ4が 今出てるじゃない、はい、この次の5がもうどうやら完成しているみたいな話がツイッター上でねこ全くの噂ですけどねもう試験段階に来てるよみたいななんかすごいまことしやかに言われてますよね噂わさで言われていてこれまあその予測はできないんだけど来年 来年のいつだっけな中頃とか終わりまでには出るんじゃないかなっていうふうに言われてていやいや今年中には出るんじゃないといろいろ言われていてどうなのかねちょっと気になりますよねでグーグルはグーグルでまだためてためてすごいの出すんじゃないかっていうのも言われてますよね、うん、まだもうこの競争になったらさ、はい、本,当本当何が起こるか全くわからないよねですよね、うん、あの いいろんんなこといろんなことが起き始めるんだとは思いますねもちろんそれ人類が滅びるまではいかないにしても良、うん、くも悪くも世の中に相当大きなインパクトをこの AI はね AI の技術の発展っていうのはねもたらすんだろうなというふうにね全くの素人的にはね感じますけどね。 さあ、明日4月の17日月曜日はですね、えー、ニコ生で、えー、クラブエイリアン20時から生放送いたします。今回はルナシーのギタリスト、イノランさんと、ム、えー、The Michelle Gun Elephant、そしてハイエータスなどのベーシストとしてご活躍の上野浩二さんが登場します。ロックの舞台裏と題して、彼らのルーツはもちろん、これまでの奇跡の中で起きた様々な出来事や事件、 歌うらの話などを伺っていいいきたいと思いますえー、YouTube でもねあの最初の部分だけはねあのお送りするので楽しみにしていてください以上デイブのちょっと気になったニュースでした